ある意味まあ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 、うん、そうそう、あ、学校さまでーす結構好きかな、うん、まあ食べないけど、なんか雰囲気が深井、はい、ということで、おはようございます、市川です。今日は7月15日の金曜日になります。今ね、この辺ちょっとカメラとかわちゃわちゃ散乱している状態なんですけれども、実はですね、今日これからこれらを持ってお出かけをしてまいります。で、どこに行くかというとですね、場所は滋賀県ですね、はい。まあ、私が住んでるところからそんなに遠くはないんですけれども、まあ、滋賀県の方にね、ちょっと行ってきます。で、滋賀の方に何しに行くかというとですね、私が仲間に入れていただいている神田南口登山部っていうのがあるんですけれども、そちらのスポンサーになっていただいている会社さんが鉄心テックさんっていう、会社になるんですね。で、そちらの方っていうのは、アウトドア用品とか扱ってて、私が動画で何度か紹介しているモビーガーデン のテントとかね、ああいったものをいろいろ取り扱われているそうなんですね。で、そのいろいろ扱っている中の一つにザ・フリースピリッツっていうブランドの、テントがあるんですけれども、今回そちらのテントに新しいモデルが、加わったと。で、それがね、どうも山でも使えるモデルらしくて、まあ、山も使えるから、じゃあもしよかったらね、あの登山部の皆さんね、ぜひ見に来ませんかっていうふうにお話をいただいたので、まあ、じゃあせっかくだからみんなで行こうかっていうふうな、話になり、まあ、今日ねみんなでお伺いするっていうような、流れとなりました。まあ、テントも楽しみなんですけれども、登山部のね、その残りの2人と会うのも、本当これ久しぶりなんですよね。いつだっかな、前回会ったのね、そう、神津島に行った時だ。神津島以来なので、だいたい半年ぶりぐらいなんですよね。うん。私もちょっと関西来てね、あんまりこう周りに知ってる人がいない状況でね、まあ正直寂しいっちゃ寂しいですよね。まあそんなところに、2人も集合してね、久しぶりにみんなで会えるっていうことでね、まあちょっとこれ楽しみだなというふうに思っています。まあそんな感じでね、今日は久しぶりの登山部会となります。果たしてどうなるのか、ちょっとね、まだわかんないんですけれども、まあとりあえずね、楽しくできればいいなとは思います。まあそんなこんなでね、やばい。早く支度しないとですね、まずこれから支度して、車で滋賀の方に行きます。で、途中ね、板垣さんがなんか電車で来るらしいので、ちょっとね駅までお迎えに行って、で一緒にねその鉄心テックさんの事務所に行こうかなと思っています。まあ、そんな感じで、じゃあまずはね板垣さんを迎えに出かけていきたいと思います。それでは行きます。やべえ、間違えた、いかん間違えたですね、ちょっと板垣さんに待っててくださいって言ったロータリーとですね、私がいるロータリー、これ逆ですね。やべえ、間違えちゃった。ですね、はい、いるかな、どうでしょうか。板垣さんらしき人はいない、いるか、あれだ、いた、すごい荷物だな。
なんか回してますね、漁師さんね。お待たせします。おはようございます。涼しい。お待たせしました。土屋。はい、顔が真っ暗です。すいません。露出補正がね、すぐできないんだよ。これは昨日、一昨日から別板で紹介してるやつですね。はい、じゃあ、行きますね。じゃあ出発です。はい。ごめんなさい、僕、改札出て左で待っててくださいって言ったじゃないですか。うんうん。普通に右の改札、あのロータリーで待ってて。あ、どっちもロータリーあるんだ。はい。ちょっと忘れてました。朝何時でですか？朝はね、はい、何時だっけ、6時半ぐらい。ああ、早いですね。でも6時半に出て新幹線乗っても7時ぐらいですか？そう、でも実際、うん、いや、新幹線、あ、そうだね、7時12分の新幹線。おー、で京都に9時ぐらいですもんね。9時5分ぐらいだね、京都は。早いですね。その新横浜で新幹線乗る時間、うんうんうん、を、うん、その乗り換え案内のまんま見てたから、はい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 、4分しかなくて切符買ってなかったから、はい、急いで買おうとしたんだけど、あの、はい、自動の切符売り場、うんうん、だとなんか、はい、切符入れてください、ここまでの切符入れてくださいみたいになっちゃって、スイカとかをタッチするとこないから、うんうんうん、急いでまた窓口の方回ってってそれ4分で成功したんですか？結局、はい、そう、それをその4分の件を、うん、家出る10分前に思い出して、はい、あ、もう行くわみたいな感じもう今出ないとみたいなそれでもう4分ぐらい確保したから、うん、あ、なるほど、なるほど、よかったですね、事前にじゃあ察知できて。それそうっす、なんとか、うん、サンドイッチ買ったりはできました。あ、だいぶ攻めてましたねそう、普段ね、その仕事だったらさ、やっぱ20分前とかには着くじゃん、大体新幹線の駅って、うん、まあでもちょっと朝から忙しかったですね、じゃあ。いやー、あっという間だったよ、もうずっとサムネ作ってたらもう着いちゃった、はい、ああ、そっか、マック持ってきたんですね。そう、本当だったら編集で切ればよかったんだけど、うん、何にもデータがないからさ。あ、なるほど。でサムネサボってた分を、うん、返してた、あっという間についちゃった。あ、で帰りはあれかもしれないですね、今日撮ったやつとか。帰りはこれ、うん、今日の別板とか。そうだね、はい、今日の別板でもまたワンカットかないや、この Vlog 的なのはさ、はい、なんか音楽とかつけてさ、 やろうかなと思ったらなんか、うん、じゃあね、うん、その登山部が出てくるんだったら別板じゃない方がいいかなとか。 あ、なるほど。別板じゃあ市川さんの一人喋りとかそれ絶対数字伸びないですよこいつ誰だよってなる可能性もありますよね別板あれですね、毎日更新めっちゃ続いてますね、はい、いやー、そうですね、うん、やっぱり毎日更新っていう枷が効いてますね。いやいや、やってますからねある意味ね。まあまあまあ、そうそう、あの学校行くみたいな、あ、学校行きたくないなって言いながら行くじゃん。うん、そうですね、うん、ありますね、確かに。やっぱ毎日行くからだよね。あとやっぱあれもありますよね、こうちょっとここまで続けたから、そう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 、やっぱ明日もやんなきゃみたいな。そう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 、ありますよね。やっぱで振り返るとあっという間に、あ、もう40かみたいな。うん、そうそう、数がすごい増えてて、うん、あれだよね、うん、山でもさ、はい、こう登ってくる、来て振り返ると、はい、あ、こんなに登ってきたんだみたいなありますね、確かに、うん、ちょっと今いい例えだしさすが、さすが登山を愛するものは、ね、違いますね。アンチンさんいますね。 あの白いやつがそうです。あ、そっかそっか、はい、あれだ、ホンダだ。これすごいです、うん、ここっぽいですね。こちらです。若い多分
装屋さんですね。あ、運送屋ここ、はい、ですかね。はい、来ましたね。おはい、ということで到着しました。多分ここだと思います。ではですね、ちょっと中の方に、入ってご挨拶をね、していきたいと思います。オーダーが受け入れられない状態ですので、で、中に5分くらいあったので、はーい、お疲れ様。ありがとうございました、本当に。はい、お疲れ様です。ではじゃあお気をつけて道中。はい、ありがとうございました。了解しました。はい、お疲れ様です。ということで、市川もね、ちょっと飲んじゃったので、これからね、電車で帰るんですけれども、まあ、せっかく飲んだので、ちょっともう一軒ね、一人で行こうかなと思います。はい、ということで、ね、かなり飲んで、ね、上機嫌で、我が家に帰宅しました。はい、ということでね、今日一日、まあ、神田南口登山部の、一同とね、あと、定心テックの杉の実さんとね、ちょっとこう共にさせていただいたわけなんですけれども、やっぱりね、すごく楽しかったですね。まあ、正直やっぱり最近はね、一人でいることが多くて、まあ、ちょっとこのね、年になっていうのもあれなんですけれども、やっぱりね、ちょっと寂しいところっていうのもね、あったんですよ。いかんせんね、こう今まで一緒に住んでた人っていうのも、まあ、静岡の方に住んでますので、なかなかね、ちょっと寂しいなとか、そういうふうに思っていたところが、ありました。ただね、まあ、久しぶりにね、顔なじみの皆さんとね、おしゃべりしたりとかご飯食べたりとかできたので、すごくね、楽しかったですね。やっぱ、一人でいる時にはね、あんまり言えないお話とか相談とかっていうのもね、みんなにできたりしたので、今日はね、本当にすごくいい日だったなというふうに思っています。でね、今回一応いろんなお話をしたんですけれども、まあ、今後のね、登山計画とかそういったお話もできたので、すごくね、良かったですね。まあ、やっぱそれが目標となってちょっと頑張ろうみたいなことも、何個かありましたので、すごくね、自分にとっても、プラスになった一日だったなっていうふうに思います。と、まあ、そんな具合でね、久々に Vlog 景色で撮ったんですけれども、多分ね、今日の一番 Vlog らしい Vlog になったかなとも思います。で、この動画以外に、まあ、テント紹介の動画とかね、あとは板垣さんのチャンネルかな、多分板垣さんのチャンネルでちょっと久々登山部の3人で、ちょっとおしゃべりした動画っていうのも上がるかと思いますので、そういったのもね、ぜひぜひご覧いただければなというふうに思います。早いものでね、関西生活ももう早6ヶ月、半年ぐらい経ったんですよね。私がこっちにいるのっていうのが、およそ1年ぐらいということで、あと半年ぐらいしか、まあ、入れないと。太陽で意外と多分短いかなと思いますので、Vlog の方もね、ちょっといろいろ上げていければいいなというふうに思います。なるべくね、関西の方で、思い出作って、またね、来年は新しいところで、頑張っていければな、なんて思ったりしました。ということで、今回の Vlog は以上になります。まあ、とりあえずね、早くちょっとお風呂に入りたいので、今日はこれぐらいにしておきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。いやー、すっごい暑い、ほんと。やっぱ夏は辛いね。